あの日、私が目覚め、マスターと出会ったあの日からどれくらいの時が過ぎたでしょう。すべてをグロッケンに奪われて、たった一人マスターと出会っていなければ、私はきっと、あなたが私を見つけてくれたから、そして認めてくれたから、私はここにいられる。私の力は特別。この力があれば何だってできる。グロッケンを滅ぼすことだって。そうですよね、マスター。だからマスター、私が務めを果たせたら喜んでくださいね。私はもっと特別になりたいんです。急ぐわよ。早くグロッケンに戻ってみんなと合流しないと。ええ。敵がいるわ。スナイパーよ、注意して。行くわよ。ついに。アハス、助かった。すごいですわ。わあ、わあ、敵だな。すごいですね。手を貸してほしい。手を貸してほしい。弱ってるわよ、今がチャンス。弱ってるわよ、今がチャンス。仕留める。アハス、いいぞ、仕留める。最高ですわ、最高ですわ。アバス、あ、よし。弱ってるわよ、今がチャンス。最高ですわ。アバス、最高ですわ。アバス、まだやれる。次だ。アハス、助かった。手を貸してほしい。
ってるわよ。今がチャンス。最高ですわ。任せてよ。アバス、任せろ。ついにスナイパーだ。手を貸してほしい。ヘイトが集まってる。ダウンしました。チャンスですわ。フレームドエネミーだ。契約中。今のうちにお願い。決める。素晴らしいです。アファス。あ弱ってるわよ。今がチャンス。仕留める。最高ですわ。や弱ってるわよ。今のうちだ。いいぞ。手応えだった。ヘイトが集まってる。クリティカルだ。手を貸してほしい。やっ。ヘイトが集まってる。アファス、仕留める。弱ってるわよ。今がチャンス。弱ってるわよ。今がチャンス。おい、見ろ。わあ、すごいですよ。いいじゃない。弱ってるわよ。今がチャンス。最高ですわ。ありがとう。スナイパー、ヘイトが集まってる。わあ、クリティカルだ。目的地到着。弱ってるわよ。今がチャンス。わあ、いいぞ。よかった、無事だったのか。ああ、ユイからも聞いたと思うけど、エネミーアファシスが大量に出現してる。
あいつらがいる限りプレイヤーはまともに身動きが取れないぞ。ディエーブルは本気でグロッケンを滅ぼす気みたいね。ディエーブルって、あのアファシスが原因なのか。そうですわ、あのアファシスは。待て、何か来るぞ。どうやらゆっくり話してる暇はないみたいだな。そうですね、詳しい話はあいつを倒してから。待って、他のプレイヤーが。あれ、キリト、お前がどうしてここに。ユージオ、アリス、どうして元の世界に帰ったんじゃないのか。お知り合いですか。ああ、前にちょっと。キリト、エネミーが。そうだったな、説明は後だ、まずあいつを倒そう。僕らも加勢するよ、キリト。ああ、助かる。でもどうやって戦えば。あれ、本当だ、剣がなくなってる。まさか、もしかして二人ともあの後元の世界には戻れずにそのまま GGO に迷い込んだってことか。つまりコンバートしたてのニュービーってこと。ならあいつとは戦わない方がいいかも。そうだな、ここは俺たちだけで戦おう。その武器はそうやって使うんだね。剣とは随分勝手が違いますね。ってことは二人は剣で戦うゲームから移ってきたんだね。
ああ、まさかまた GGO で会えるとは思わなかったけどな。私たちも驚きました。元の世界に戻れるとばかり思っていたのに。そうだね。でもここにもキリトがいてくれてよかった。これは感動の再会というものでしょうか。でもちょっと不思議ね。GGO が銃撃戦のゲームって知らないでコンバートしたの。よかった、みんな無事だったのね。キリト君、お迎えご苦労様。無事でよかったよ。おや、そっちの人たちは。ああ、俺の友達なんだ。まだコンバートしてきたばっかりなんだけど。あら、どっちもキリト君みたいに可愛いわね。かわ、はじめまして。僕はユージオ、キリトの友達です。私の名はアリス、アリスシンセシスサーティです。どうやらここは戦場のようですね。何か私たちにできることは。へえ、二人とも真面目そうだ。でも戦場だなんて大げさなものじゃないよ。よくあるちょっとした異常事態ってやつさ。高レベルなエネミーアファシスが大量発生していてね、実力がない人間は街から出ることもできなくなってるらしい。十分異常事態ですわ。それもこれも全てリエーブルというアオシスのせいなのです。リエーブル？一体どういうこと？実は レベルアップです。褒めてくださいませ。まだまだ強くなるわよ。レベルアップだ。以上が私たちが聞いたアファシスタイプ Z、 リエーブルの計画です。つまりそのリエーブルとかいうアファシスのそっくりさんは SBC グロッケンを滅ぼそうとしているという設定なんだね。確かにノーコンバットゾーンが消失すれば SBC グロッケンは拠点として機能できないでしょうね。拠点として機能しないというのが町を滅ぼすのと同じ意味になるってこと？みんなが安心できる場所がなくなっちゃうってことだと思う。この世界の全てが戦場になってしまうの。そんな。ねえキリト、何か僕たちにできることはない？そうだな、ユイ、現状について分かったことはあるか？はいパパ、エネミーアファシスが特に多い場所には共通点があります。マップと比較したところ、エネミーアファシスの出現場所はノーコンバットゾーン展開装置の周辺に集中しているようです。つまりクレハの情報通り、あいつらはその装置を狙ってるってわけか。ノーコンバットゾーンの展開装置はいくつもあると聞いています。私たちだけでは守りきれませんわ。その点はご安心を。フィールドに出ているプレイヤーたちがすでにエネミーアファシスと交戦しています。ただ戦況はあまり芳しくないようですね。皆さんちょっと変わった突発イベントだと認識していて、あまり本気ではないようです。負けイベントだという噂もあるみたいで。様子見してる奴らも多そうだな。このまま手をこまねいていたら装置を全部破壊されるのも時間の問題ね。そんなに大げさなこととは思えないけどな。ねえ、そのリエーブルってアファシスもエネミーアファシスの大量発生も GGO の中に組み込まれていたものなのよね。
ということはちゃんと攻略方法のあるイベントだってことでしょ。それにしてはさっき聞いたエネミーアファシスのレベル高すぎないかしら。高レベルプレイヤー向けのイベントだとしてもそれでも。そうなのよね。それに失敗した場合の影響範囲が広すぎるのも気になるわ。下手したらプレイヤー全員宿なしよ。想定よりも早い段階でイベントフラグが立ってしまったとかじゃないか。イベントフラグ？そんなの何かありましたっけ？中心になっているのはリエーブルだと思いますけど。そうか。だとしたらマスターがリエーブルを目覚めさせたのがフラグだったんじゃないか。君みたいに。そのマスターは高難易度のダンジョンか何かを攻略して運営が予定していたよりもはるかに早くリエーブルを起こしてしまったとかさ。GGO での強さはレベルだけじゃなくてプレイヤースキルにも依存する。ずば抜けたスキルを持ったプレイヤーであればありえない話じゃないわね。ずば抜けたプレイヤースキル。死ぬの？ああ、なんでもないわ。続けて。とりあえずエネミーアファシスを操ってるのはリエーブルで、その黒幕は多分リエーブルのマスターってことですよね。そのどちらかを止めればイベントは終了する。リエーブルもタイプ Z とはいえアファシスなのよね。なら止める方法はあるかもしれない。セリスカ、本当なのですか？ちょっとした賭けだけれど、ユイちゃん、リエーブルの目撃情報はあるかしら？最新の目撃情報はリエーブルさんと思われるアファシスがダンジョンに入っていったというものですね。このタイミングでわざわざダンジョンに？嫌な予感がするね。そうね。でもリエーブルを止めるには彼女と直接会わなくちゃ。わかった。じゃあそっちがリエーブルと会っている間は俺たちが時間を稼ぐよ。ありがとう。あなたとレイちゃんは私と一緒に来てくれる？じゃあ私はちょっと知り合いを当たってきます。直接話せばもっと人手を増やせると思うから。そうだね。他のプレイヤーにも協力してもらおう。うん、みんな強い人ばっかりだからね。戦力が揃えばそう簡単に負けるはずないわ。クレハちゃんは GGO が好きなのね。当たり前じゃないですか。よーし、私も燃えてきちゃった。防衛戦頑張ろうね。そうね。私も知り合いに連絡入れてみるわ。セリスカ、アリスとユージオも一緒に連れて行ってくれるか。二人はまだ不慣れだろうからいきなり最前線ってわけにはいかないけど、とても強い戦士だ。きっと君たちの力になる。お前。うん、キリト、任せて。分かった。私がお前たちを守ろう。でも大丈夫？こちらのルートも安全とは言えないわよ。あなたたちニュービーって聞いたけれど。大丈夫です。さっきの戦いを見て基本は覚えたから。ええ、何よりも騎士として力を持つ者として、民を守るために行動することは私の義務です。ええ、そうね。やる気のあるのはいいことだわ。ねえ、あの子たちかなり気合の入ったロールプレイをするのね。そうね、個性よね、個性。それじゃあ俺たちは行くよ。また後で。いつき、あなたはどうするの？正直気乗りはしないね。さっきも言ったけど、そんなに必死になることとは思えない。なぜですの？大変なことになってしまいますのよ。確かにノーコンバットゾーンは必要だろう。でも装置が破壊されたところで
大した被害が起きるとは思えない。仮にゲームバランスが崩壊したとしても運営がデータを巻き戻すさ。確かにそうかもしれないわね。だろ、誰にだって予想がつくことだ。 GGO はただのゲームだ。こんなごっこ遊びにそこまで本気にはなれないね。あなたが思うほど過去を巻き戻すということは簡単じゃないのよ、いつき。どういうことだ？運営はデータを操れてもプレイヤーの記憶まで操れるわけじゃない。大規模な巻き戻しとなれば復旧までに時間もかかる。何よりここで敗北すればその記憶はずっとついて回る。ゲームをやめるプレイヤーも出るでしょう。親しい人が一人いなくなれば残されたプレイヤーにとってGGO は全く別のゲームになってしまうわ。ほんの少しのズレが誰かの居場所を変えてしまう。この世界はそういう均衡の上に成り立ってるのよ。居場所か。君たちの言いたいことは分かったよ。だけど、いや、やっぱりやめておくよ。すまないね。私たちも行きましょう。いいかしら。あなたならできるわ。無理はダメよ。